やりました。オリックス連勝です。いやー、やっとですね、昨日広島のこの第3戦なんとか1勝もぎ取りまして、本日京セラドームに戻っての中日ドラゴンズ戦だったんですけれども、なんと2対1でサヨナラ勝ちです。しかもすごいよ、2点はですね、犠牲フライ2本です。タイムリーホームランなしですよ、今日。タイムリーホームランなしで勝ちました。しかもね、相手も確かゴロの間にだから、これすごいですよ。あのオリックス中日ともにタイムリーホームランなしなんですよ。タイムリーホームランなし試合だったんです、今日はね。2対1オリックス勝利をもぎ取ったっていうね。いやー、カスティーヨね、カスティーヨ、どうした、こっちだって逆でした。カスティーヨ投手、これサインくれたんですよ、宮崎キャンプで。カスティーヨ投手がやってくれました。カスティーヨ投手ね、再三満塁のチャンスを迎えていたんですけれども、なんとかそれをしのいで、1点でね来てくれたことで、このサヨナラ勝ちというのが生まれたと思いますので、カスティーヨ投手ありがとう、マジでありがとう。もうね、勝ち投手ではないけれども、今日の勝ち投手は、俺の心の中の勝ち投手はカスティーヨだね。カスティーヨ投手素晴らしいね。もうほんと満塁を何回も耐えてたからね。そして本田マチャドとつないで、オリックスがね、最後のサヨナラ、宗のサヨナラ犠牲フライ、宗選手のねサヨナラ犠牲フライを呼び込んだ、あの素晴らしい試合展開でした。あー、オリックス素晴らしい。まあ、こういう勝ちもね、すごく大事ですね。あの、昨日みたいな終盤の大逆転ももちろんオリックスの強さですけれども、やっぱこういうなんか勝つみたいなね。あの、特に打てなかった、だけど勝つみたいな、ね。そういう勝利も優勝してた時のね、去年までのオリックスのいいパターンだと思いますので、ここはですね、いい調子が出てきたんじゃないかなと思います。はい。ちょっとあの森選手が、ダブルプレーの時にですね、あの負傷をしてしまって若月選手に交代して、まぁ、ちょっと心配、なんかすごい強い張りがあるということなんで、明日以降ね、ちょっと私せっかくね、昨日からこのユニを着て、応援してるんですけれども、あの心配ではありますけれども、とにかくチームとしてはなんとかいい流れも来ていると思いますので、しっかりとですね、私、オリックスを応援していきたいなと思います。そしてね、なんと明日はですね、私B モレルさんのお店のサークルチェンジに、行ってきますが、 B モレルさんは今ヨーロッパにも行かれているということで、明日はなんとですね、中日ファン YouTuber の DD 佐藤さんが1日、店長されるということで、そのイベントに行ってまいります。一応オリックス応援もかということなんで、そこにね乗り込んでまいります。もしかするともう本当に中日ファンだらけの可能性もありますけれども、その中にね、ちょっとオリックスファンとして、ちょっと今日ね勝っちゃったんでね、ちょっといきなり目が痛いかもしれませんけど、視線が痛いかもしれませんけれども、そこにね突撃していきたいなと思います。はい。中日ファン YouTuber が店長をするサークルチェンジに、私オリックスファンとして、ね、中日対オリックスを見に行ってきます。どんな、イベントになるのかすごく楽しみですけれども、ぜひですね、いい日になればいいなと思っております。はい。では明日行ってきます。オリックス明日ももちろん勝ちますよ。覚悟していてください、 DD 佐藤さん。